合体育館は東京都町田市南成瀬に所在する、体育館。1990年10月21日、町田市の市政施行30周年記念による3、大スポーツ施設建設事業の一つとして計画され、それまでの町田市立体育館の代替施設として、南成瀬に開館した。元々の町田市立体育館は全日本プロレスの、 旗揚げ前夜祭りの会場としても知られていた。指定管理者として、2009年4月から2013年3月まで、日本テニス事業協会共同企業体が、2014年4月から2019年3月まで、スポーツ町田が、2019年4月からは、スポーツでつなぐ町田パートナーズが、管理運営に当たっている。AB、2011年度事業仕分けに、 ついて事業仕分け対象事業概要説明書町田市、広報町田町田市、総合体育館、2019年12月7日閲覧、80年ぶり大相撲町田場所番館の満員、五礼東京新聞第74回、全日本総合バドミントン選手権、大会日本バドミントン協会、ありがとうございます。